怪談、都市伝説、一コアとジャンル不問のコア談バトル、大コア。その歴史に残る名作コアナを紐解く大コアアーカイブ。これは友人の K 君から聞いた話なんですけども、彼は釣りが趣味なんですよ。で、当時付き合ってた彼女と夜釣りに出かけたんですね。で、そこの場所っていうのは釣り仲間から聞いた穴場で、車で深夜0時に出かけて着いたのはもう夜中の2時頃。民家もないだだっ広い寂しい海岸だったそうなんです。 K 君は早速釣りを始めたんです。でも30分経っても1時間経っても当たりがない。K 君も一人ならいくらでも待てるんですが、あいにく彼女と来てる。彼女が暇そうにしてるので、ちょっとジュースでも買ってきてあるわ。彼女をその場に一人残し、少し離れた場所までジュースを買いに行ったんですね。でジュースを買って戻ってくる。するとね、さっきまで人の気配なんかしなかったのに、彼女が何やら見知らぬ人とワイワイ話をしてるんです。不審に思いながら K 君その場に入ったんです。地元の方ですってって彼女に紹介された。しかも家族だと言いますね。そこって車でしか来れないような場所なんですよ。で、なんか気持ち悪いなと思いながら、お父さんお母さん中学1年生ぐらいの女の子、小学校1年生ぐらいの男の子、4人家族なんですよ。で話をしてると、お父さんらしき人がこう K 君の前にぬーっと来まして、ここ釣れないでしょ、もっとね釣れる場所知ってるんですよ、一緒に行きませんかって誘ってきたんですよ。でも K 君は躊躇したんですよ。なぜならその家族に今会ったばっかりですし、何よりもねその家族に妙な違和感を感じてたんです。あ、すいません、ちょっと彼女と来てますんでで、K 君がそう断るとした。するとその言葉を遮るように、行こう行こう行こう、連れて行ってもらおうよ。普段おとなしい彼女が強引に誘ってくるんですよ。で結局 K 君が彼女に折れて、その家族についていくことにしたんですよ。4人家族に、お父さんがこっちですよって招きして、どん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 暗い方向に進んでいく。それをとぼ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 2人で歩いて、何気なく K 君がお父さんの後ろ姿を見たんですね。でその時にずっと感じてた違和感の正体、それに気づいたんですよ。本来服のタグって隠れてるんですけど、見えてるんですよお父さん。で、あれ、どうやら服を裏返しに着てるんですよ。あ、おかしいなと思って、ズボンを見たらズボンもなんか裏返しに着てんな。お母さんで娘で息子見たら、なんとその家族全員が全員服を裏返しに来てる。で皆さん、日本の風習で逆さごとというのがございまして、死んでる人と生きてる人を区別するためにお葬式の際は着物を左前にしたりだとか、旅を左右あべこべに履かしたりするんですね。そうやって生者と死者を分ける、そういう風習があるんですよ。結構ね直感したんですよ。このまま2人でついていったらえらいことになるんちゃうかな。あの家族どうも気持ち悪いぞ。彼女に耳打ちをしたんですよ。ちょ、ついていくのやめよ、ここから逃げようよ。そう言って彼女の腕を掴んでダーッとその場から逃げたんですよ。ほんで車まで行って急いで彼女を押し込んで自分も運転席に乗った。じゃ彼女はついていこうとしてもしてたもんなんで、なんで逃げるような真似するんよって K 君に詰め寄ってくるんよ。もっと釣れる場所あるって言ってたやん。いや、お前気づかんかったんか、あいつら全員服を裏返しに着てたぞ。ズボンもスカートも靴までもが左右あべこに履いてる。あれはやばいってって言った瞬間、彼女がすごーいって手の甲で拍手してる。で、はぁ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 って聞いたこともないような声で笑い出した。その瞬間K 君はギアをドライブに入れてアクセルを踏んでるにもかかわらず、ザッザッザーッと海に引き込まれていく。うわ、お前海に落ちるぞ
で K 君が助手席の彼女にそう伝えると、彼女はなぜかガッと前に乗り出して、大丈夫、ちゃんと前に進んでるよって言ってふっと気を失ったんです。もうね、海に落ちるほんの数センチやった。で焦りながらも K 君はもう一回アクセルを踏んだ。すると車は正常に動き出して、その場から離れることができたんですよ。でもバックミラーを見てみるとね、先ほどの家族はもうそこまで迫ってたそうなんですね。でその顔っていうのは怒るでもなく笑うでもなく、どこか寂しげだったっていうんですよ。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。大コワチャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いします。